バッテリー EV は2024年までに、現行車のバリエーションも含めて10機種導入の予定です。それ以降ですね、新たなプラットフォームの開発を行って、順次さまざまな領域に投入していく予定です。現在のバッテリー EV の開発というのは非常に課題が大きくて、とりわけ内燃機関の置き換えの技術課題というかです、そういうことが中心になっているんですけど、電動としてのならではの面白さとか魅力とかっていうのは十分に打ち出せてないと思います。内燃機関が中心になっている競技の世界に電動車バッテリー EV で挑戦することで、その電気のエネルギーをエネルギー源とした乗り物、これのパワーユニットの開発であったり、車両制御技術の開発であったり、バッテリー EV ならではの面白さや能力っていうのが開発できるんじゃないかと、そう思って参戦を決意しました。バッテリー EV を使うことによって一番期待しているのはタイムラグのないレスポンスの良さです。電気のエネルギーという統一のエネルギーでパワーユニットも動かす、車両の制御も動かす、この一貫性のあるマネジメントで乗り手であるライダーの感覚にどこまで近づけていくのか、これが一番大きな挑戦だと思いますし、バッテリー EV ならではの提供価値だと思っています。過去との違いは中長期のビジョンを持って継続的に取り組んでいくというところが一番違っています。さらにハイエンドのレースにチャレンジをするということで、年間を通じてチャレンジをするということで、当然ファクトリーとしての注目もあります。結果の責任もあります。年間を通じてチャレンジするということは次のレースまでのスパンが短いということで、改善のスピードも求められるということで、この中長期のビジョンとスピード、開発のスピードを上げていくというところ、そこが過去の一番大きな違いになっています。今シーズンは全日本トライアル選手権にフル参戦します。そしてトライアル世界選手権日本大会にも参戦を予定しています。シーズン中のマシンのアップデートを予定しています。そして2025年全日本IA スーパークラスでチャンピオン獲得を目指しています。この挑戦で獲得した技術は近い将来バッテリー EV の量産開発に展開し、お客様に内燃機関のモーターサイクルとは一味違う価値を持った電動のモーターサイクルをお届けできるように取り組んでいきたいと思っています。